ちゃもちゃもくるちゃもちゃも今日はいい日だね。さらちゃん見てるくるぶしです。はい、どうもありがとうございます。くるちゃもチャンネル東京いでくるぶしがあなたの朝を独り占め。今日の動画はですね、非常に僕はですね、物持ちがいいんですね。特に洋服に関しては結構服が増えてきたんですよ。もう本当にこのラックがもう溢れ返っておりまして、この中にもね、いらない服もあるので、皆さんの前で断捨離していこうかなという動画になっております。皆さんの前だとね、捨てれるかなと思いまして、今日は断捨離していこうかなと思います。それでは行きましょう。レディゴー、くるちょもチャンネル。じゃあまずね、どんどん捨てていくから、じゃあこれコカ・コーラの、トレーナーなんですけど、高校生ぐらいに古着屋で買ったやつ。高校の近くのね、古着屋さん、なぜか王子駅っていうところはなぜかね、古着屋がすごく多くて、これ買いましたね。これ1点目捨てます。ポイこんな感じでいい。2着目、これもね、高校生の時に買った赤ジャージ。これなんかね、無性にいい匂いするんですよ。これで路上ライブとか、結構昔のライブの写真はこれ着てることが多かったんですけど、これも捨てようか。アディダスって書いてあるんですけどね、捨てましょう。くるくる。捨てるとなったら結構出てくる。これもですね、多分18、19ぐらいの時に買った、ベスト。これに関してはね、2回ぐらいしか着てません。もう高校生みたいなデザインだよね、本当に。ブランド名がタイムアウトっていうブランド。全く知らないんだけど、初めてブランド名知った。じゃあこれも捨てますよ。これはね、比較的、最近、これな、どこのブランドだっけな、これ買ったのがね、多分5年前ぐらいなんですけど、全く着てませんね。これもう捨てようかな。いる？これはもう着ないかな、捨てましょう。はい、次、これ。ある時期僕がずっと着てたですね、セックスドラッグ&ロックンロールっていう、ね、文字が書いた、パーカー、ビレッジヴァンガードで、まあ割と最近です、これもに、姉に買ってもらったやつです。これは捨てません。一番好きなパーカーかもしれない。大丈夫、楽しい。ちゃまちゃま。さっきの赤ジャージについて、もう一着、よく着てたジャージ、こちらですね。うわ、これよう着てたわ。これも多分高校生時代だな。もうよう着てたわ、これこれブルーベルっていう会、会社名だけど、これはね、よくライブで着てましたね。はい、これ捨てましょう。めっちゃいらないもんいっぱいあるな。はい、次はですね、プロレス T シャツになるんですけど、このね、アメリカの CZW っていう、団体のですね、ドレイク・ヤンガーっていうね、選手から、会場で買ったやつなんですけど、これね、ここにちょっと分かりづらいんですけど、サインが入っていますが、僕が今まで着てきた T シャツの中で一番素材が薄い。もうね、テロンテロンなの、これもう、これ中に印刷されてるんですけど、もう透けて見えるんですよ。ちょっとドレイク・ヤンガーさん、申し訳ないんですけど、ちょっと着る機会がないので捨てさせて。すいません。はい、捨てます、ごめんなさい。次はこちら行こうか。僕が初めて、自主企画ライブをやったのが2005年の11月30日。5、6組出る普通のブッキングライブなんですが、もうワンマンツーマンとかじゃなくて、もうその日のために T シャツを作ったっていうね、その日の T シャツがこちらになります。なんて書いてあるのか
ちょっと翻訳できる方、もしよかったらちょっと。で、後ろがですね、こういう、僕の、シルエットと、こうなんかね、ここに僕の昔のホームページのアドレスが書いてあるんですけど、もうみんなの合言葉、魔法のアイランドです。これもうアイモードの時代のホームページビルダーみたいなやつですね。はい。2005年だからもう何年だ、17年弱ですかね。経ってる T シャツになります。思い出詰まってるんですけど、これもね、まあまあ臭い。この日出てくれたみんなありがとうございました。くるちょもちゃんです。今、ライブだと黒い衣装、その前、下ネタ言い始めたぐらいの時は、ライブハウスで働いてた頃の音楽がすごくインスパイアされてた時期で、ロックンロールとかボーリングシャツを、着てた、時期になりまして、その、ボーリングシャツですね、こちらになるんですけど、あんまボーリングシャツっぽくない配色なんですよね。これ昔ずっとライブでこれ着て、歌ってました。これで暴れてましたね。やばい、今初めて知ったけどメイドイン USA。 だいぶちょっとね思い出があるんですけど、これも捨てます。今までありがとう。ありがとう。はい、あとね、でこの間、マジカルの福袋開けた時にこれ、見せた福袋の、中に入ってた、蛇柄のパーカーになるんですけど、これねだいぶ着てまして、これねほんと一時期毎日冬場これ着てたんですよ。でだいぶ臭い。臭いな、臭いっていうのはなんかおしっこ臭とかそういうんじゃなくて、もうほこりっぽい感じ。これもねだいぶ着たんですけど、この機会にね捨てていこうと思います。ありがとうマジカルモッシュ。いやだいぶ捨てたんじゃないこれ。以上です。くるちょもチャンネル。僕の部屋のですね、いらない服を断捨離する会見てもらったんですけど、もし欲しい方いたらコメント欄までお待ちしております。今まで僕あんまりね服を頻繁に買う方ではなかったんですけど、やっぱりこう YouTube 撮っててね、バリエーションが多い方がいいと思うので、まあ、新しい着てったり、そういう感じで、新鮮さを出していこうと思いますので、これからもね、くるちょもチャンネルぜひ見てください。今日は、くるぶしのお部屋いらない服断捨離してみた。ありがとうございました。バイバーイ。ちょもちゃんが服捨てたらめっちゃ高く売れそう。